始まります。1回目、はい、どうでした？何がですか？どれがですか？お元気でした。あ、元気でした。昨日ですね、かほちゃんがお花を持ってきてくれた。ちょっとこれ見せなきゃじゃない？あ、見せていいよ。まだ元気してる？うん、してるしてる。っていうのもさ、もうさ、昨日の時点で私あれ2日目だったわけ。あ、そうなの？だからさ、そうそう、だから今日持ってきてもよかったんだけど、はい、まあ、できるだけ早い方がいいじゃろうと思ってあげたの。あのですね、皆さん、私昨日ですね、あんまり頭痛とか起きないんだけど、頭痛が起きまして。そう、それで予定してたことをちょっとね、私がキャンセルしなきゃいけなかったの。そしてさ、かほちゃんがね、家の前にこれ持ってきてくれた。かわいくない？なんて言うんですか、これは。白麗です。白麗と言います。首にかける麗じゃなくって、これ頭につける王冠なの。花冠みたいな。そう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 、手作りで全部。そう、こっちが私ので、こっちがフローレンス用に作ってくれたんだけど、なんかさ、本当はさ、お祝い事とかある時にしろよって感じなんだけどさ、あられなーなーおーあられなーなーね。でもさ、ちょっとさ、でかい You are my sunshine my only sunshine。 バカにしてんべ。あ、こうやって結構下目なんだ。そうそう、結構下目なので、後ろでこうカッてハッハッハッってやつやね。ハワイのさ、わかる？めちゃくちゃうまいのな、本当に。なんか早いやつあんじゃん。出てく出てく出てく。タイチのやつとかやってそうじゃない？超かわいい。すっげえお花の匂いしてさ、もうさ、これ見た瞬間にさ、もう超かわいいと思って。なんかさ、もうちょっとフォトシュートとかがある時だったらよかったんだけどね、タイミングが。これドライフラワーできるかな？できんのかな。なんかね、噂っていうか、私どこで聞いたんだろう。まあでもこういうさ、なんて言うんだろう、観賞用のお花って結構あれがすごいのよね。枯れる？の農薬っていうかさ、害虫みたいな。そうそう、だからにゃんこちゃんだけステイアウェイさせてあげて。あー、オッケーオッケー、分かった分かった。なんかこういう感じで、なんかさ、あ、できるかもね。いや、あなただったらうまくできんじゃない？こうやって飾るかさ、それかこうやっても飾らいいなと思ったの。本当じゃん。いや、あ、このツイストして可愛いね。可愛いでしょ。できるかな。そう、ちょっと試してみて。うん、ちょっと自分のやつぽいしちゃった。あ、そうなの？ペッて。なんかさ、そう、すげえ、だんだん顔の半分隠れるぐらい落ちてきたんだけど。ありがとうね。後ろ結んでないか。はい、素敵でしょ。こういうお見舞いをしてくれたんです、皆さん。だからさ、ここに収めておかない、見せなきゃ、世界に。あんたんちの旦那にさ、昨日さ、ドアの前置いたから、はい、取りに来てって言った。今すぐ行く。本当に Thank you、グッナイって来た。私もその時寝てたんだよね。そう、頭痛いかしかった。そうそうそう、ありがとうございました。いいえ、全然、私のただの暇つぶしに付き合ってくれてありがとう。いや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 。それそれで、あ、今日は元気でした？何してた？今日も仕事だよ。週末何してたの、あなた？週末はね、今週末、あ、私週末ね、あれや、なんかしなきゃいけないことがあって、和木山にあるサーファーズコーヒーに行ってさ。はいはいはい。あそこすごい仕事しやすいのよ。こう、あ、本当、うん、Wi-Fi 飛んでて。Wi-Fi 飛んでるし、あとコンセントもあってさ。あ、そうなんだ。そうそうそう、結構広いしね。そう、めっちゃ人いるよね。でもね、結構、あ、そうそうそう、カチカチやってる。でもね、空いてるよ。ちょっと午前中早めに行けば空いてる、大体。あ、本当、うん、それなのに仕事してたん？週末も。そんな感じ。パソコンでカチカチ、うん、昨日、一昨日の夜の話していい？え、何何？どうしたの？うちにさ、ほら、海が目の前だからさ、はい、ゴキちゃんが出るって話したじゃない。 Yes。 でさ、怖、もう怖い。もうこれはどうなるか分かるでしょ。夜中さ、私トイレ行きたくって、yes。 パッて目覚めてトイレ行こうって思ってさ。え、何時ぐらい？2時ぐらい。 Oh no、 夜中やん。そう、真っ暗の中トイレまで行って、うん、でさ、もう電気つけなくても大体わかるじゃない、もう日常の範囲だから。Oh, yeah。 もういいや、なんかつけて起こしちゃうのも悪いし、uh-huh。 つけないまま行こうと思って、こうやってもう半目のままよ、こうやって、はいはいはい、こうバスルーム入ってたらさ、うん、これ足な、うん、あ、自分の足をさって私の足の甲をさ、ファサファサ、なんでいちいち上登ったの？わかんねんな。もうわざとだよ、それわざとだよ。もう多分あいつら的には、かほちゃんおはようって。え、そんなにフレンドリーな感覚だと思う。それかお前、うん、来て来てやったんだで、何
知らないよみたいな感じじゃないの、うんうん、なんかもうかメッセージも言っちゃうみたいな、かほちゃん会いに来てくれたのみたいな感じのノリで来て、ペッとやん、そうで足パッってやってて、普段なら叫ぶのよ、あもうね、それね、うん、3回目なのよ、うん、ゴキちゃんが私の体に乗ってくるの、はい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 、で、もう、はいはいはい、でさ、もうさ、彼も寝てるしさ、うん、あ次の日朝仕事もあと多分3時間後ぐらいに出なきゃいけないって日だったから、やばいと思ってさ、ちょっと、もうさ、殺して、もうさ、こっちもさ、眠いしさ、はい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 、もうなんか恐怖とかよりも怒りがかって、ファッ一人も暗いイタリアとか、ファッってよく戻ってきやがって。でもさ、まあ、言ってもさ、それで起きちゃってさ、どうしたのって言うから、コキちゃんがまた足の上に乗ってきたって言ってさバスルームじゃない方のさ電気をつけてこう中見てみたいな、うんうん、して案の定もあいつさ多分自分がさこう草むらの中に隠れてると思っても動かないのもあもう絶対これ俺でもでもバレてないみたいな、でも角っこなんでしょ、もう全然普通にこのバスマットのど真ん中でもうこうやって絶対俺バレてねえ隠れてるみたいな感じで、全然隠れてるつもりなんだけど早く行けよもうみたいな感じで待ってんの、そうそうそう丸見えでその上からもう5秒後ぐらいにパシッて潰されて死ね潰したんだ、バスマットの上だとさふんわりしちゃうからちゃんとバシッてやったのにギュッて不満とか思わん、しかもさいつも何で殺してる、あ私やっぱスリッパよね、あやっぱスリッパさ、このさスリッパよ、あれがいいよね、このなんて言うんだろう、バネっぽくってさそう振りかぶった時にこのさ勢いがさ分かる、そうなんよ、そうそうそう、そのね反動がいいんだよね、重力使って、そ うちなぜだか知らないけどね、何使ったこのね、あの何でドアのと窓のところにさ、よくさローカルの人がやってるこうスティックとかを内側から置いて開かなくするやつ、はい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 、それに使ってるスティックもうなんかさこのさ叩ける範囲がもう1インチぐらいしかないの、なんでそれを選んだの、それもゴキブリスティックになってて、この1インチだけで仕留める木の板であ、あ何こうちょっとこうやって引っ張ってボンみたいな、もうそんな弾力性ないよ、もうただの木の板だもん、長いその木の板をその 1インチの幅で、なんでそれなん、あもう一回それやったからそれがもう、もうそれが汚れ担当みたいな、汚れたのあのいやだね、ゴキブリ体験談でした、ゴキブリだったんだね、はい、どうでした、元気でした、元気だったよ、何してた、1週間会ってないからもうさ、昨日のこととかも、昨日のことはまあまああれだけど大体もう覚えてるけど、2日前とかもう週末の人がもう忘れたって、いや私も全部忘れる全部ねえねえ、あないないてか私の友達が結構たまに言うんだけどね、今年って2022年だったんだねみたいなさ、いや本当にさあれ2021年だと思ってたとかさ、自分の年齢も年齢 Yes いくつのって、あ25、え違う私もそうそうそう年齢ね、あれ何歳だったっけ、34、35、ハニーみたいな、そうそうそうほらまいだからさ昔さテレビとかでさお年寄りがさあーおいだなって言ってる人いたじゃん、たまにバラエティショーとかでね、年齢わかんなくなっちゃうやつ、そうそうそう、なんかそんなことありえないだろうなと思ったけど、うん、ありえるわな、あれはカウント忘れちゃうんだよね、しても仕方ないしね、仕方ないんだよね、もうだって進むもんも進むしそうなわけそうなわけ、だからさ子供の時とかそれこそ20代半ぐらいまではさ、うん、あのカウントできてるけど、だんだんなんかちょっと分かんなくなってきて、24ぐらいからちょっとあやふやになってきて、そう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 、本当にそう、だから全然覚えてない、今日は今日は何してた、私あ今日角煮作ってたねだからさ角煮今日のことだか昨日のことか、かほちゃん聞いて、かほちゃんさ、うん、あの角煮作ってたっていうのが大事イベントじゃないの、私の今日の一日は、何があったの、やだ怖い、あのさ私さホノルルマラソン出ることをしたんよ、嘘じゃんいや友達に誘われてね、なんかホノルル、ほらでもさホノルルマラソンの時期になるとさなんか結構ない時期じゃん、出るのみたいな、なら言われない、うんうん、出るみたいな、結構公募会でもみんななんか出る出るあるよ、で出たことあるとかさ、うん、ね、今年は出るんだよねとかさいるじゃん、うん、でそんな会話はまあしょっちゅういろんなところで時期になると聞いてたんだけど、
今回さ、なんか韓国から引っ越してきた子なのね、友達、うん、でその子がさ、最近まで引っ越してきて、でホノルルマラソンがあるじゃんか、12月の11日にあるんだけど、うん、出ないって言われたので、なんかさ、まあ、初めて聞かれることじゃないから今まで結構悩んではまあ子供がいるしなみたいな感じだったんだけど、うん、なんか今回さほらずっとさファスティングしてるじゃん、うん、でなんかその体重が変わらない時期には入っててイライラしてたわけ、うん、でなんかやっぱりちょっと大きいことしなきゃいけないんだなっていうの分かってたんだけど、うん、毎日過ごしてたのね、うん、だからあ多分そのタイミングだよね。でなんか、うん、あいいかもと思っていい機会ね、そう出ることしたんだけど、うん、でもあんたフルじゃないよ、フルはできない、さすがフルマラソンできないから、うん、でね、10K があるわけ、10キロ、ホノルルマラソンで 10K っていう枠があるの？そう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 、ルートがこう外れて違うゲートに持ってかれるってこと？No. もうね、初めから、10キロ枠でさ、10キロは10キロで、わかんない、道はどこなのかわからんけど、うん、あるのさ、でフルはさもうさあれじゃん、それこそホノルルからハワイ海の方まで行くでしょ、うん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 、であれが多分26キロだからあるんよね、うん、20ぐらいあるのよ。で 10K は、まあ、多分そのタウン以内でさ、ホノルル内で走るだけだと思うんだけど、あ、そんなのがあるんだ。そう、それさ10キロ、私はフルでできないから10キロやろうと思うんだけど一緒にやらないみたいな、うん、言われて、あ、10キロならいけそうじゃないって思ったの。あいけそうじゃないって思った。10キロはマジできつい。え、本当？私最近、私も本当に多分同じくらいのタイミングで、うん、やっぱりちょっと動かないとダメだなって。だからこの前ほらアロヨガのアプリ紹介したじゃない。いや、だから一歩先進んだんだ、あんたちょっとだけで半歩よ。朝その歩いてる分をちょっと走ってみようと思ったわけよ。はいはい、で、まあ、距離でやっぱマップで見たらね、1マイルしかないのよ、言っても、うん、1マイルって多分2キロぐらい、うん、2キロちょっと、もう無理だった。2キロも走れん走れん。え、あんた、私だから今日さ朝さ走ったんて。うん、どんくらい走った？うんとね、あ、でもね、あなたって結構体力あるから。それな、私もびっくりしてるんだけどさ、うん、あね、昔から別に長距離は苦手な方ではなかったの。あ、そうなんだ。そうそう、走れる方だったの。だからまあそれでも多分10キロいけるなと思って。今日何キロ走った？今日はね2マイル走ったので、換算したらね4.4キロだった。あなたね、だったのね。だからさ、あ、違うの、いや4キロぐらいだったんだわ、4キロぐらいだったの、うん、そう。だから、まあともうちょっとプッシュしてさ、うんうんうん、毎日走ってたらできるよ多分ね、うん、でなんか知り合い、うちのさ旦那の知り合いがさ、あのそのホノルルマラソンのイベントのやつやってる人だからさ、うん、今日さ会ったんて、うん、でそれでさ、今日さ始めたよ練習っつって言ったの、うん、でそしたら、あのね、もうその10キロの、枠もう3000にあのエントリーしてるから、多分みんなに合わせて走ったら、あのなんていうの、エンカレージされてできるよ、全部大丈夫だよって言ってくれたわけ。そうだから、いろんな人と走ればやっぱりね、あのどんなに無理でもね、できるし、あとね、別に走んなくてもいいのよ。そうそう、あれ歩いていいんだよね。そう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 、だってたまにいるもん、アラモアナとかあの日に行くと、もうみんなこうつけたまんま飯こうやってアラモアナのフードコートで食って、あ、この人たちまた戻ってくんだろうなみたいな。だからさ、うちの旦那がさ、前回そのさ、あのその友達のお手伝いに行ったのよ、うん、ね、で、それはハーフマラソンだったんだよね、ホノルルにある。旦那がさ手伝いに行った時に、なんか結構さ年配のおばあちゃんとかおじいちゃんでも走るの、うん、70歳とか80歳とかいるんだって、うん、でその中でね、多分60代ぐらいのおばあちゃん2人がさ、まあスタート地点から行きましたよ、うん、で帰ってくると思ったら、帰ってくるところでウーバーで帰ってきて、ウーバーで降りたの見てとか、そっからゴールしたとか言って、まあ最後ぐらいはって思ったのがね、最後ぐらい一応ゲートくぐったとか。それは本当面白いなと思った。ウーバーやっちゃうよなと思うよ、本当。まあね、ちょっときつくなってきたね、膝みたいな。そう思ったでと違うね、呼ぶって感じで、ちょっとゲートだけくぐっときゃよくねみたいな。そう、ウーバーもいたみたいだからさ、まあね、そういうのもね、裏トリックとしていいんじゃないの。そうなんですよ、だからちょっと今日走ったからね、疲れたんだよ。あ、でもいいよね、走るとね。そうそんな感じの朝、一日でございました。でも走る日はね、結構ちゃんとご飯とか食べないとクラッとしちゃったりするから、あとエネルギーが出なかったりとかでさ。そうだよね、うん、なんかそれもそうだしさ、その食生活も 見直していかなきゃいけないもん。あれでもあなたちょっとシュッとしたのでは。あ、トントン来た、ト
ント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 ン来た。ナンバーは変わってないけど見た目来た。見た目来た。うん、てか私シュッとしたよ。ねえねえ、ここ何回かさ、私夜な夜なの時化粧してんかったから。今もうがっつりブロンザー入ってるけど。あのそれが枠がね追加されたってことで。だし、あとメガネかけてねえから。それもあるかもしれんけど、ポジティブな方で撮るわ。うん。うん。うん。そうなの。そういうことだったんですよ、かおちゃん。輪郭がね、今やっと足されたからね、今日ね。目の周りと口の周りと顔の周りにこう、そう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 、ふっね、線が描かれてから。今までボケてたからさ、ノーメイクで。今日ちょっとこう、コントはしてみた。なるほど。かわいいですね、今日のリップ。どこのですか？ありがとうございます。これはね、トゥーフェイスのやつ。私、トゥーフェイスのリップ好きよ。うーん、リクイッド、リップスティック。へー。でも今ってもっと、あれだよね、時代がさ、リップ…こぼすなよ。危なかった。この瞬間が全部ビデオに残されるの。NG 集でしっかりとあの広げて映しとくわ。私今までさ最後までさ見たことないの、自分の手が姉さんの上げたやつ。結構面白いよ。あ、NG 集追加されてるのも知らなかった。マジで。皆さん NG 集チェックして、前回のやつはもう全部面白かったから、 NG 集作らんかった。もう長くなっちゃうと思って。あ、そう、1時間半とかね。そうそうそう、超大作。前回のやつ長かった。超大作、映画だよ。そうそうそうだよね。で、私が言いたかったのは、そのリップスティックがさ、ほらリクイッドリップスティックの時代があったじゃん。2年ぐらい前、2、3年ぐらい前あったね。そう、カイリー・ジェンナーちゃんのリップスティックが出た時、うん、リクイッドリップスティックの時代だったでしょ、うん、そっかさ、今なんかさグロスにスイッチしてない？グロス、そうだね、結構ナチュラル系じゃないもん今メイクって、ね、90年代のメイク再現みたいな感じになってきてるやん、うん、ね、そうね、ね、なんかリップグロス、ね、私グロスあんまり好きじゃないんだけどね。なんでメタメタするから。あ、メタメタするし、なんかつけてる意味が分かんなくなる。なんかツヤじゃなくて、私はこういう輪郭が欲しいってさ。あ、本当に本当。でもデューイで可愛くない？まあね、なんか分かんないけど、あんまりさ、私の時代って結構マットな時代だったわけよ、うん、ふん、なんか肌もマット、うん、唇もマットの時代だったから、うん、あんまりこうツヤの時代を生きてないわけよ。いつの時代なのそれは。わかりません。皆さんでフィギュアアウトしてください。投げる。ですね、今日のお題にじゃあ行こうと、今日のテーマに行こうと思います。はい、お願いします。今日のテーマはですね、働くことについて今日は語っていこうかなと思うんですよ。なんか急に重くないですか今日ちょっと。ちょっとあの現代社会のあれにうんたらみたいな感じ。ザ・ノンフィクション生きてってやつしてる。日曜日の昼間から出てる暗いドキュメンタリー。ノンフィクションだでや、本当に暗いドキュメンタリー。なんかさ、昨日の、昨日じゃない、前回の食の話とまた全然違うの投げてきて、お前が夜な夜な何投げてくんねん毎回毎回みたいな感じで。幅広すぎる。掃除行ったと思ったら食の話で、次はなんだ、食の話か。食の右腕ぐつづいた。目が点になっちゃった。気づいちゃったよね。ほげほげ言うな。ほげほげ言うな。ほげほげ。ほら、だからさ、あの、うるさかったけど、あんまり大きい声で笑わないようにしてたの。あ、この前？あ、今。あ、今。いつもそうしろって感じなんだけど。ほい、そしたらホゲホゲしちゃったの。ホゲホゲしちゃった。ね、今日さ、ちょっとほら化粧したから、あんまり笑わない方が、あの、目が潰れちゃうから。誰目が、誰目が、目が潰れちゃうんだけどさ、そう、かおちゃん、私気づいちゃったんだよ、うん、あのさ、私35歳じゃん今でね、私ね、うん、気づいたの最近、なんかさ、仕事ってめっちゃあるなって思ったの。あのね、話して話させていただきますと、あのさ、今まで私が知ってたのは、9時から5時の仕事っていうのが大体基本的なものだと思ったわけ。そうね。でもさ、それだけじゃないじゃん。あのね、朝だけの仕事とかさ、意味わかる？朝だけする仕事ってあるじゃん、うん、とか、もうだから朝だけ仕事してる人はもうそれ以外はもうずっと仕事してないわけ、うん、朝だけ仕事に行く人たち、うんうん、またはさ、夜だけ仕事に行く人もいるでしょ、うんうんうん、だから日中はそれこそ寝てたりとか、まあそんな感じじゃん、うん、でそれ以外にさ、あとほら曜日だけとかさ、うん、いう人もいるじゃない、うん、なんかこの日だけ仕事してるとかさ、うん、あとはその週末だけ仕事してる人とかさ、うんうんうん、あとさ、そんな枠で言ったらさ、シーズンだけとかいう人もいるじゃん。あ、いるね、いるね。なんかさ、そうやって考えたらね、私自分がさ、その
働かなきゃいけない年になった時に、あの本当9時5時の仕事をしてたんだけど、でもなんかさ、あのこう 見返してみると、なんかこんないろんな種類の仕事が世の中にいっぱいあってさ、しかも時間も選べてたんだから、若い時にいろいろもっとしとけばよかったなって思ったわけ。そうで、なんかそのさ、シーズンのっていうとあれよ、例えばさ、サンタクロース例えば例えがすごい、ね、ほらアメリカだとさ、サンタさんっていう枠がもうあるわけですよ、お仕事として、ね、でこの人たちはクリスマスのシーズンになると、例えばクリスマスパーティーに呼ばれて出張として行ったりとかね、サンタの格好して、うん、あともう一番メジャーであるのが、そのモールに入っている写真サンタと写真が撮れるやつがあるんだけど、うん、それをさ1日何百人という子供と一緒に写真撮ってさ、もうそれで多分まあ1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいクリスマスの日まで写真を毎日撮り続けるわけよ、そのサンタは。このおおおって言って、こうやって子供の膝の上に乗っけて、こうやって何百人という子供を膝に乗せるからもう膝ボロボロだと思うんだけどあのじいちゃんたちがさ、そのまあそんぐらい働いてた、で1ヶ月半ぐらいずっと働くじゃん、もうそれで年間過ごせるみたいだからさ、あそんなにやっぱ収入高いのかな、あれって。って言うよね、結構。だからほら、あのサンタやってる人はさ、あの夏はさ仕事がないからさ、オーストラリアに行ってるとかハワイに住んでるとか言わない？そうなんだ。分かんないけど。で、なんかそういうのもあればさ、なんかクルーズシップの仕事とかあるじゃない？ああ、そうだね。でもがっつりもう住み込みで3ヶ月ぐらい働いて、あとはもう終わりさよならみたいな。そう、あとはもうもっと帰ったら、自分のとこ帰ったらさ、もう好きなように生活、お金はあるからね、うん、でもね、その1年の中で3ヶ月でガツッと働くみたいなさ、うんうんうん、なんかそういうのをさ、私はさ若い時あんまり知らなかったから、うん、今このさ年になって、もう今は専業主婦だし、子供もいるのが、もう子供が中心の生活だからさ、そういう私職種っていうのは、あのね、それこそ子供がちょっと大きくなってからじゃないと考えられないけど、うん、なんかそういうのもあるんだなっていうのを知った時に、ああなーと思ったの、うん、で、あのこう考えた結果、私はもし自分が若かったら警察になりたいと思っちゃう。待って今まで散々こうシーズナルサンタさんの仕事とかね、朝だけの仕事、夜だけの仕事、いろいろあるよね。ところで私がやりたいのは警察っていうもの。ねえねえねえ、あのさ、ごめんあのね、言わせてもらっていいですか。あのね、あのネットフリックスとかでさ、検事のさ、殺人事件とかさあるじゃん。あるじゃん殺人事件系とか、もう殺人事件系とか言えてないからダメ、警察なれないよ殺人事件って。私さ結構そういうの好きなの、殺人事件のやつを見て。しかもさ、あのノンフィクションじゃないやつね。ノンフィクションじゃないやつってなんだっけ。あ、フィクションのやつね。あ、はいはいはい、本当にあったようなやつ、それノンフィクションだね。ノンフィクションですね。ここカットしてや、こういうふうに行ったり来たりがだるいんだべな、聞いてる人だるいだろもう今のやつで絶対もう入れるかんな、今回絶対入れるかんな。なんかさ、ね、そうじゃん。だから、ね、あのね、そういうのが好きでね、殺人系とかもさ、そのね、ワンシーズンとか見るともう自分警察になった気分だから、検事だから、もう警察じゃなくて検事。私でもあれよ、キムタクのヒーローとか見て、知ってる？ヒーロー知らないでしょ、もうあなたその時いないんじゃない、日本。ああ、ババババブル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 、そう、ケンジ。私はあの古畑任三郎のやつ。ババババババ、それ好きだったよ。時代が、あと家政婦は見たっていう大好きだったね。古まあでも気持ちは分からんでもないよ。そう、でもあの人たちはさ、ケンジさんになるためにはさ、めっちゃ勉強してるよ。まずトレーニングするじゃない、警察になる、うん、トレーニングした後に警察になるじゃん。で、何年か警察やらなきゃいけない、うん、経験がないと検事になれないから、うん、ね。でその後にやっと検事になれんね、わかる、うん、で検事さんになったらいろいろ解決できるんよ。そうよ、そうでさ、コールドケースとかさ、わかる、あ、未解決なものを何十年後に持って帰ってきて、でまた調べるね。でもあなたあれよ、すごいもう死体とか血とかディールしなきゃいけないよ。それな、それだけちょっとボコボコになってるやつとかも、それだぜ、それ全部見なきゃいけないんだぜ。そうだよ、そうだよ、それはちょっと大変と思う。
それちょっと大変と思うけど、でもそんないいとこ取りで検察できないからね、私ちょっとそれはちょっとダメだからっつってそうじゃん、だからそこちょっとなと思うの。でも正義感強いから私だから、あの絶対悪いやつしたやつは捕まえるっていう気持ちはすごくあるあるね。面接じゃないんですけど私採用みたいな、ね、気持ちだけありますっていう。思わない、もうさ何十年前に起きた少女なんとか事件みたいな、まあね、いなくなっちゃったやつとかもう絶対見つけたい私は。見つけたいね見つけないとでしょ、見つけないとまたやるよ。そんな心意気あったって勉強してないんだけど無理やって勉強してや最初に。いろんな気持ちがある私は。なるほどね、いろんな気持ちがあるな。私もね、でもね結構ねドラマとかで映画とかにすごい影響する。私だってインディアナ・ジョーンズ見て、ああ考古学者なりたいとかさ、うん、結構そういう男の子っぽい職業がなんかさ見ててさ好きでさ、うんうん、そのヒーローを見た時にも検察なりたいとかさ、うんうんうん、弁護士になりたい時期もあったし。お弁護士わかる、弁護士わかる。あと医者、医者はね私ねちょっと血とかがちょっとね、そうなんだよね、厳しいなと思って結局血とかがでも慣れちゃうんだと思うの。あそうやればね多分ね、やれやね。そう何個も見てたら慣れると思う、だからできると思う。私さこの前さ、うん、YouTube 見ててすっごい面白いの見つけたんだけど、うん、あなんていう職業なのかちょっとね忘れちゃったんだけど、その職業私日本で見たことなくって、はい、なんでだろうと思ったら、あのアメリカと日本ってさ人が死んだ後の、はあ、あのプロセスの進め方が違うのよ根本的に、okay. っていうのはアメリカは埋めるでしょ、yeah. 日本は焼くでしょ。そうね、焼くからさ、まあ、焼き場の人の仕事が、まあ、もしかしたらそこにちょっと近いのかもしれないんだけど、アメリカってその亡くなった後の死体を、うん、あ処理する人がいるのよ、okay. でその処理する人っていうのが、うん、多分お葬式場の人とちょっとこう被ってるのかな、同じ人がやってるのか、うん、まあその場でやるのかちょっと分かんないんだけど、うん、要はさその亡くなった人の死体をクリーンにしてあげて、多分ね日本もあるのよ、亡くなった人の体を拭いてあげて、うん、お化粧してあげて、そうだ、ね、っていうのあるじゃない、うん、でもそれよりも持ってるのアメリカは、うん、その体が腐敗をしていかないように処理をすごいするのよ、うん、だからその内臓の中にある食べ物とかを全部引っこ抜くっていうか、こう管を通してチューブで中に出して、もう中からこうクリーンにしていく、要はもうミイラ作りみたいなもんよね。ああなるほどね。でそういうそれを専門としてる職業の人がいいのよ。ねその職業さ、うちの旦那の友達がやってる、勉強してた大学で。あ本当、うん、そうそう大学のその学問としてちゃんとあんのよねあれね、うん、で教科書すごい遊び行った時見せてきたらしいんだけど、うん、もううちの旦那はゲロゲロピーだったって言ってたけど、彼もすっごいパッションだからさ、そうそうそう、だけで鈴音こうみたいな感じだったらしい。そうそうそう。でさそのさやってる YouTuber の、あ YouTube でそのインタビュー受けてる人もさ、本当にそれこそコールドケースとかさ、アメリカの警察ドラマに出てくるようなこうすっごい綺麗なこう眼鏡かけたこういう青年なの。はい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 、なんかちょっとミステリアスな青年。あやっぱそうなの。一歩間違えたらサイコパスみたいなやつ。綺麗にこうネクタイしててさ、はい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 、ってなってて、うん、でなんか僕たちはこういう機材を使いますとか言って、なんかもうすっごいナーディーなんだけど、うん、でももうそうそうそう、こうやってここにお腹の中にこの管を通して、ここをチューブをつないで中のものをクリーンにしたりとか、あとメイクアップの仕方とかも全部大学でやるとか言ってね。うん、そうそうそう、だからすごい面白いと思ってさ、うんうんうん、日本で言ったら多分ほら送り人みたいな人がさ、そうだよね、多分そういう感じのポジションなんだろうけど、うん、でもアメリカはもっとやるのよ。そうなんだ。でね、なんかね、あのホーンテッドヒル、私いつも名前忘れちゃうのよね、あのほらホーンテッドヒルオブハウスオブヒル、ヒルオブハウスみたいな、うん、ネットフリックスの私が好きなショーも、うん、あの家族の中にさ、そのお葬式場をやってる人がいて、うん、そのお葬式場の地下かなんかにもそういう処理をする場所があるのよ。あ、そうなの。そうそう。へー。でも霊安室みたいな感じなんだけど、めっちゃ怖えな。そうそう。でほらなんて全部サニタイズされてて、うん、そこでこう全部きれいにする。そういうお仕事する人ってやっぱりなんかまああれじゃない、神様ってさ、ほら人をさみんなバラバラに作ったじゃん、うん、で興味持つものもバラバラじゃん、うんうん、だからそういうお仕事に就く人もまあいるんだよね。
いやね、なんか本当にそうなのよ、うん、だから自分がうわ絶対これやんないだろうなって思ってても、どっか世界のどっかでそれをパッションに思ってやってくれてる人がいるから、こうバランスがなってるっていうか、そうそう、タレントがみんな違うんだよね。そうそうそう、面白いですね、本当に面白いよねあれね、うん、うん、絶対これ私できないしやりたくないだろうなって思うけど、うん、でもそれでもほら率先してやってくれる人がいたりとかさ、そう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 、なんか最近ニューリッチっていう言葉を学んだけど、いやね、このニューリッチっていう言葉と今私がずっと喋ったことは全然結構関係ないんだけど、まあ、職の枠でいくとそういうことなんだけどさ、うん、仕事どこでも仕事ができて、いつでも仕事ができるのがニューリッチで、自分が結構早いうちに退職をする、リタイアをする、還暦だよね今ね、うん、日本だと還暦、退職還暦60歳でしょ、60歳でもみんな仕事を辞めるじゃん、うん、退職だってなるじゃない、でその年齢がさ、もさあのニューリッチの人たちはさ、もさ40歳とか、うん、35歳とかでみんなもう退職したいわけ、うんうんうん、っていうのもその分のリタイアメントのお金の全てもセービングできてるからね、うん、でその、ニューリッチになるためにはまず、いろんなところからの収入を得なきゃいけないわけよ、一つの一本の本業だけでは絶対そういう風なできないわけ、そういう風なの作れないのね、うん、だから一つ自分が仕事があった上でなおかつ副業がさ何個もあるパターン、ね、うんうん、で、基本さ全部さオンラインでできるような仕事だと、ほら何時にやって仕事をしても大丈夫だし、結局どのぐらい仕事をするかっていうのはさ、その日の一日の最後どれだけ、うん、だから何時にお仕事してもいいし、どこで仕事ともしてもいいし、うん、最終的に辻褄が合えばいいみたいな、そう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 、うん、結局やらなきゃいけないものを終わらせてればいいわけじゃんか、うんうん、結局パソコンでお仕事をできるノレージがなきゃできないわけよ、うんね、でもさ今の時代ってさ全部そうだけどさ、パソコンとかさ携帯とかでさお金稼げる方法いろいろあるじゃんか、例えば今だったらインスタグラムのさリール作ればお金が収入が入ってきたりとか、うん、そういう時代じゃない、だから結局なんか今の時代そのさテクノロジーを避けることはできなくって、でもそれができたら結構その副業の枠が増えてさ、でなんかその将来的なセービングスにこうつなげられるあれができるわけじゃんか、うん、そう、それでね私の自分の例を見てみると、私はさ基本専業主婦なわけよ、で、手が空いてる時にこうやって YouTube 撮ったりとか、かほちゃんとポッドキャストを撮ったりとか、あと自分でちょっと小物を売ったりしてるお店をやってたり、あとは一応美容師だから美容系の仕事とか、あとウェディング、うんのお仕事をしたりとかしているの、それでちょっと副業をさサイドでやってるわけ、うん、でなんだかんだこうやって仕事としてやってんのよ私はね。私が言いたいのはなんか9時5時だけの仕事ではないんだよねこの世の中っていうこと、うん、であとこの今の時代とこの先を見るにも絶対にそのさパソコンとかさテクノロジーをできるように、もうベーシックぐらいでもできるようにならないとなんか副業っていうことが存在してこないわけよね、うん、そうね、でもさ副業ってさちょっとやれるだけでさちょびっとした お小遣いになるじゃんか、うん、だからなんか私もやってるし、まあ、それこそ皆さんにもおすすめしたいわけよ、うん、副業するっていうことを。なんかさでもさ副業ってさ、まあ、そんなに、まあ、服だからさメインみたいにさこうドカンとこうなんていうのやってようがやってなかろうが仕事をね、うん、月ほら会社員として働いてればさ、うん、どんだけの仕事量だろうが毎月決まったお金が入ってくるわけじゃない、まあ、サラリーで雇われてる人はね、あ、そうだね、毎月この額この額、うん、この額って、でそれの額にはさとこう及ばないちっちゃいお金がポイッポイッてこう入ってくる感覚じゃない、うん、副業ってね、そうだね、なんかさそれをさおこんだけの量でしか働いてないけどこれだけもらえた、これを積み重ねたら最終的に大きくなるよねって見えるか、それとも こんだけやったのにこれしか入ってこないのか、じゃあこんだけのエネルギーをここに注ぐのはやめようって思っちゃうかって感じだ気がするんだよね。あ、そうだね、なんかさまあほらなんて言うんだろう、そのメインでね9時5時とかで仕事をしてるとさ、うん、なんて言うんだろう、
その1日単位でのさお金ってあんまり見ないじゃない、ね、月額とかさ、うん、まあ、マイペイチェックとかさ、うん、だからなんていうの、大きい額で見えてるからなんとなくこうやった感があるっていうかさ、うん、自分の中で納得いくんだろうけど、そう、でもさ、その 2,3 時間とかでちょっとじゃあ20ドル生まれましたっていうと、多分換算した時にはそのフルタイムの、あの毎時間の時給より多分大きいはずなのよね、副業ってね。そうなの、そうそうそう、大きかったりするのよ。そうなの、大きいとは言わないけど、うん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 、だからなんかそこにこのちっちゃい額のそのにちっちゃい額が月にこうポイポイって入ってくるのをアプリシエイトして、あ、こんだけこんだけのちょっとだけでここまでいくのかって思うか、それとも思わないかって感じな気がする。あ、なるほどね、エネルギーをそこにつぎ込む覚悟があるかないかっていうか。あ、なんかそれこそさ、この先もちょっとこれが膨らんでいきそうだな、この副業って、うん、見えるのってそれこそ自分のタレントを売る ものじゃない、うんうん、ね、なんか本業が例えばあってのサイドで、じゃあちょっと料理の、あ、なんだろうな、なんかシェアするインスタグラムのページをやっててとかさ、うん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 、でそれで、ね、収入がそこで弾むんであればいいじゃん、うん、で、まあ、でも分かるよ、そのさ、インスタグラムとか YouTube もそうだけど、昔ね考えたことがあるの、なんかこれだけ時間かけて編集して、これだけ時間かけて撮って、うん、で1本上げました、で加算すこう なるのかなっていうバランスが。そう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 、でも結局ね、あの YouTube のいいところはね、これは私ずっと YouTube やってるからの話なんだけどさ、うん、YouTube ってさ1本上げるとそこからずっと生きてんのよ、わ、うん、かる、そうだね、1本上げてそれがその翌日付きになるとなくなるものではないわけ、うん、だからそういった意味で、でも結構他でもさ、そうやって生きていく、商品あるじゃん、この、うん、テクノロジーを使って発生できるもので、うん、だからそうやって考えると初めはね少ないかもしれないけど、後々見ると、ああ、なんかこうなんつうのかな、加算できてるなみたいなのがある、うんうんうん、あるなって。でもやっぱり時間はかかるよね。かかる。そう、ビルドアップしていくのにさ、ビルドアップするのって大変だよね、何事も、ね、大変よ。なんか基盤作りね、サイドビジネスも、英語でさ、うん、なんていうか忘れたんだけどさ、球を押してる感覚と同じ、大きいさ、うん、重いボールを押し始める時って重くて重くて動かないでしょ、うん、一回押し始めてちょっと回り始めると少し軽くなってきて、あ、うん、転がってるなって進められるんだけど、その一番転がし始めが大変っていうじゃん、うん、そうだよね。そう、それと同じでさ、仕事とかもさ、なんかこう新しいこと始めた一番最初の数年とかさ、うん、まあきついよね。きついよね。あ、まあ、あれ投資もかかるじゃんか。お金も新しいこと始める時ってね。だからそれこそ、だから本当に多分人によりきれな気がする。だからそうやってなんていうんだろう、ジムとかで、あの9時5時のオフィスで働いて仕事をするのが性に合ってる人もいるだろうし、それでね、毎月お金が入ってくるんだったらそれはそれで安心じゃない。でもそれでこうなんていうの、パーソナリティによるってことか。そう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 、そうだね、そうだよね。でもたまにいない、この人なんか絶対さ、もうキャラクターだけ売れちゃうのにオフィスでとどまってる人ってこれもったいないなみたいな。いるいる、うん、そういう人がさ、あれ蓋を開けたらなんかインスタグラムで裏垢があってめっちゃ大暴れしててっていうパターンとかね。まあ、だからそれは副業としてやってんだろうね、多分ね。そうやって輝く人もいるよね。なんかさ、あのハワイに引っ越してきてさ、うちの旦那とよく喋ってるんだけど、まあ、さ、どこっちもみんなさサイドビジネスやってんねん。ハワイはマジでみんな副業やってん、みんな 2,3 個仕事掛け持ってんの、絶対に絶対にね。そうだよね。なんかさ、それが例えばさ、うんと家族とかいなくて独り身の人なんであれば別にその、 あの9時5時でいいんだけど、でも例えば子供がいたりとか、あと結婚してるとかさね、なんかそういうパターンだとやっぱり 2,3 個は持ってるじゃん、みんな仕事をね。だからなんかいろいろ学びましたよ。特にアメリカはさ、まあそうやって雇用されててもさ、いつ首を切られるか分かんないのよね。そうだよな。私、結構見たことあるもん。パスンって、うん、だって今週ミーティング入ってたじゃんみたいな人とかも、うんうんうん、もうパスって切られたりとか、うん、あんなに頑張って
ってる人見たことないよっていう人でもパスって切られたりとか、うん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 、まあね、どっかしらで多分理由があって起きそういう風になってるんだと思うんだけど、うん、でも本当に多分本人も予期してなかったろうし、周りも一切予期してなかったみたいな人が首切られたりとかもするから、うんうん、多分そういうのに備えてっていうのは多分あると思う、うん、あ、そうね、副業ね、うん、でもね、やっぱりね、昔から私自分で思うんだけどね、雇われるのが苦手でしてね。私もね、でもいっぱいいると思うんだよ、そういう人。みんなさ、コロナになったから分かったでしょ、雇われなくていいなって分かっちゃったじゃん、みんな、うん、ね、もうね、うん、そうなのよ ね, ね。でもだからそこでね、割り切れる人ならいいと思うよ。あ、これ別に私の会社じゃないしみたいな、あ、別にこれだけこなしとけばお金減ってくんでしょ、うん、みたいな感じで割り切れるんだったらいいんだけど、私はどちらかというと割り切れないから、やるならちゃんとやりたいって思っちゃうから。そうで、だって自分が朝起きて何やるかって、学ぶか仕事行くかどっちかじゃん、うん、それしかないじゃん。で、うん、それでさ、その働くことにさ、パッション感じなかったら、なんでってなるよね。じゃあ、うん、学校戻れって感じだけどな。ね、うん、そうか、私も最終的にはさ、フリーランス一本でやりたいんだけど、うん、でもさ、そのさ、まあ、なんていうの、そのグラフィックデザイナー選んだ理由もさ、そのニューリッチの話に戻るけど、もともとさ、その大学通ってた時にさ、駅の中にスタバが入ってたわけよ。おうさ、平日の昼間からよ、うん、なぜだか分かんないけど、あの人々がさ、パソコン開いてさ、クチ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 ってやってるわけ。ずっとね、クチクチクチっておしゃれな空間で、はい、クチクチクチって、あいつら何やってんだろうと思ってたわけ、ずっと、うん、で、よく考えたら、ああいう風に生活できるのが多分一番私の中でも理想なんだろうなって、うん、こうなんていう、若干の嫉妬から気づいたわけよ。はい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 、あいつら何やってんねんってとこから、はい、そういうことかみたいなさ、ああいう仕事ならそういうのできるのね。そうそうそう、ね、それでいろいろこう探してさ、まあもともとそういうデザイン系も好きだったけど、うーん、まあ、そう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 、場所が選ばない、そのフレキシビリティがさ、やっぱり魅力的でさ、うん、なんかさ、うん、コロナになった時にさ、みんなさ思わなかった、あれこんなに今までずっとすごいにさ、もうそれこそオフィスに行って、なんかもうケージに入れられてたみたいに、ずっとバーッと働いてさ、決められた時間で家帰ってたけど、結局換算したらそんなに、あの要は質が良くない仕事の仕方じゃんか、うん、もう場所にさくくってさ、 その時間だけ囲ってさやったとしても、結局自立的にこの仕事できてる時間帯は2時間ちょっととかぐらいでしょ、うん、そうそうそう、だからいろんなものの無駄じゃないね、うん、でなんかそのだからさ、家でお仕事する人たちが増えたじゃん。うちの旦那もそういった関係で、今の仕事はそのなるべく家でできる仕事を探したものよ。で今やってるのはその家でやってる、家でやったりとか、あのミーティングがあればその場所に行ったりとか言ってるんだけど、だからその分それで、あの私がさ、その今エディソンという日中過ごしてるけど、旦那がそうやって家で仕事するとき、ちょっとほらエディソンと一緒にいる時間とかができたら、私が今自分のやりたいことできたりとかするじゃん、まあ、そういった意味でそういった仕事を選んでくれたんだけど、なんか家にいる方が逆に効率が良かったりとかさ、うん、自分でそのしたい時間、集中できる時間帯があって、その時間にバッとできるから、うんうんうん、であとさ、他が充実するからさ、もうメンタル的にもハッピーなわけ。そうなんだよ。しかもさ、一番バカだなと思うのがこのさ、交通よね。マジで無駄交通よね。だってできんだもん、ここでその分仕事に生かした方が良くないですか、ね、って感じじゃない。あの何時間の交通とさ、特にハワイだったら渋滞があるじゃん。日本でも渋滞多いと思うけどさ、うんうん、あのあと交通の時間、まああるけどさ、うん、それの時間、1日1時間2時間のその通勤時間のなさと、それにかかるガス代、うん、あの電車なり乗るなりお金かかるじゃん、うん、それのないの、あとその時にあのリアルしなきゃいけないこのイライラさ、うん、全部ないじゃん。そうよ。それの時間をゆっくりコーヒー飲むように当たったりとかできてさ、健康よね、心身ともに。そうなの。だからね、私はね、自分の旦那さんにね、一生家から仕事する仕事してもらいたいし、うん、しかもこれからね、お子さんを持つ人とかはね、結構そっちを考えながら仕事に励むといいかなとも思う。まあ勉強もそうだね、そういう風にできるとかね、うん、そう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 、そうするとさ、あの育児が結構ね、ストレスもほらストレスあっての育児なんじゃん、育児ってする時って結構そういう感じだけど、あの仕事することがほら
もうそれでもなおさらストレスになることはさ結構減るんじゃないかなとも思うんだよね、うん、あと助けられるし奥さん確かに、ね、旦那さんとかもそうだし家にいるとなんかさ今さ、うん、効率とかそのほらなんて言うんだろう職場に拘束されてる時間がじゃあその仕事をちゃんといや仕事をしてる仕事をしてるかっていうとそうじゃないって話あったじゃない、 いやそうそうそうなんかさ特にさ私の仕事はさ結構クリエイティビティがさ関わってくる、まあ、私がオフィスで仕事してるのはあ、ねまあ、タイトル的にはそうなんだけど、うんまあ、実際そうでもないわけよただ私がそのサイトでやってる、うん、本当にこうグラフィックデザイナーとしてこのブローシュアー作ってるとかフライヤー作ってるとかやってるやつは、うん、なんて本当になんかそういうクリエイティビティっていうかさなんて言うんだろうてかこう机に向かってずっとじゃあぶっ続け5時間6時間やってくださいって言われてできるもんじゃないわけよ根本的にね少し離れて目を外してまた戻ってきてあやっぱこれ見た目ダサいなとかそういう過程も含めてだからなんかそう全然なんかオフィスにじゃあもう8時間スタックしてくださいって言われてもなんか根本的にそういう話じゃないんだけどなとか思っちゃう。そうだよね。そういう仕事こそ家でやってさ、うん、ブレイク挟みつつ、そう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 、自分のやりたいようなブレイクの仕方でさ、うん、たまにシャワー浴びるとかさ、そうそうそう、たまにコーヒーね買いにちょっと外出てくとかさ、そうそうそう、そういうブレイクすごい大事だよね。うん、でリフレッシュされるもんね。そう、それも含めての結果だから。そうだよね。うん、なんかね、なんか難しいけど。アーティストさん難しいよね。だって私もこうやってさ、主婦やりながらビデオ作ってるけど結局あれよ働きすぎないでってことあと先のことを考えた時にさもうちょっと枠広げてもいいかなと思うよね仕事も、うん、だって10年後先私 YouTube やってるかって言ってやってないもんさ本当言い切るだってその時45でしょそれだったらね私は地味にねヘアサロンとかでバリバリにヘアスタイリストやってっていうのがいいかなそれからウェディングとかさ、うん、そういう仕事がいいかな、うん、で逆にもうさ撮るとかいう側ではなくて撮られる方の方がいいかなそしたらわかる撮って忙しくやってる方よりかはいじゃあ週一のあれ行きますね撮りますねみたいなその自分の仕事をしている間にうんっていう感じがいいかなうんって思うのうんだから皆さん結局はね私が言いたいことはお仕事しすぎないでっていうことなの働きすぎないでっていうことなのあと家でできる仕事がいっぱいあるよっていう話そう思ってる以上にね何でもお金になるんですようん、今の時代でも本当そうだよね、うん、エンターテインメントの枠でさ稼げるのが増えてきたじゃないまあねそう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 昔はエンターテインメントっていうとローペイだったけどねうんでも今はそれで全然稼げる時代だからこそそれを使って副業でやってでリタイアメントマネーを稼いではいいんじゃないでしょうかそうね少しずつねうん難しいよなみんな働いてるからなみんな働いてるじゃん働きたくないよ私だって働きたくないよもうだからさベトナムあたりに家買ってさここ1年バーッと仕事してガーッとセービングしてでベトナムにバーッと移住して10年ぐらい楽に生活したら毎日フォークってそう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 したらどうしようかねそしたら多分お金尽きるけんそしたらまたねサンタクロースの今度 は船でさ出てさなんだっけカニとか取るの年に3ヶ月ぐらいのカニは大変だぞアラスカのさ船にアラスカのアラスカ湾とかいうさあそこら辺のさロシアあたりにさあれ大変だからねマジで大きい船そうあれめっちゃ稼げるらしいから命がけだよでもそうドキュメンタリーこういうカメラつけてるんだっていやそれでカニガッサー3ヶ月取ってのわっさーお金作っての今度はほら沖縄とかに、ね、住むねまた5年ぐらいもうそういう母ちゃんどういうこと怖すぎるいやじゃ、ね、ちょっと母ちゃんカニ取ってくかな3ヶ月いなくなる連絡取れねえけどまあ生きてっからな
って言ってさお前らのためにカニ取ってくかなで3ヶ月後めっちゃリッチになって帰ってきてカニ取ってたって言われるもうでもあれよもうなんかあの空気ボロボロ空気カッサカサななんかもう毎日潮風浴びていくもうボッサボサもう女じゃなくておっさんになって帰ってくるあのゴムのブーツこうやって横に抱えてこうやってつなぎでえでもさシャネルのバッグなんだってお金も持ってるからでもボロボロよどうするお母ちゃん頑張ってきたなっていろんな仕事があるねっていう話だったっていう話です今日は皆さんそう、ね、今日はこんな感じで締めます今日ちょっと短めですねはい今日ちょっと短かったからねはいでは皆さん今日も聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました私たちは今ポッドキャストアンカーそして Spotify で、YouTube 以外は発信をしております、はい、料理をしている時とか掃除をしている時とか車に乗っている時とか移動中とか聞いてよね聞いてよ痛いここ最後一番大事なとこいつもやるやんやっちゃうよな前は音飛んだしいやそうだよそうということで、はい、本日も聞いていただいてありがとうございましたそれでは皆さんおやすみなさい今日はちょっと薬草っぽいお味ですね。わかりました。今日はこれ薬草のお香りですよ。中国のほら見ろよ。中国のハーブっていうさ、私のお母さんが言ってた中国のマッサージの先生がいつもマッサージの前に出してくるお茶に似てる。あマジで、うん？もうなんかちょっと漢方一種な感じでしょ。李先生。あ本当？李先生のところ。そうそう。いきますよ。はい。私ね、手の指きれいにしてでお前カーディガン今日着てるしもうアナウンサーだからさ夜のアナウンサーじゃん手が面倒かね3、2、1こんばんはこんばんはうん、いい話よあ、本当？ぜひ見てください、はい、そうそう、結局やらなきゃいけないものを終わらせてればいいわけじゃんか、うん、だから、そう、それでね、その人はね、ちょっとカシャカシャじゃないんだよジジ、カシャカシャじゃないんだよ話が全然ジジジジちゃん、その袋が、そう、うんち入れようと思ったやつで、そうやって考えた時にね、私がやっているあいつ全然、あいつ喋らせてくんないね喋らせてくんないよねもうそれで、ジェリー、ジェリーでジェロダメだよ、プレッシャー。ちちゃおいね。では、皆さん、今日も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。私たちは今、ポッドキャスト、頑張れSpotify と、あとアンカーで、それでは皆さん、おやすみなさい。ね、ちょっと今日の回さ、今日の回とさ、あ、まとまっていかなかった。ちょっと一方的すぎもう私思ってたもんなって大丈夫かな一番最初のソファーでちょっと喋ってる時これ大丈夫ちょっと分かんないなお前助け舟出せよ結局分かんないでしょ結局分かんないでもこういう話いつもするんだよじゃあ私頑張って話そうとしてたけどなんかですかあうんそうだよなすごい頑張ってるからでもさ今まで何回もカラバラバラしてきたと思うカラバラバラバリ、ね、だから今さらもういいんだよちょっとさ今回ちょっと笑いが少なかったよ真面目だったんじゃんいやそうだなと思うでもねこういう話もいいと思うの反省会今だってカメラ笑って終わった瞬間に笑い出したからじゃあ夜な夜な反省会作る